楽しんでるかな。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ私とまなちゃんのエピソードを紹介します。去年の10月に代官山のノマドっていうライブハウスでまなちゃんとはね、初めて共演して、はい、すごいね、なんか私となんか正反対じゃない？まなちゃんってね、なんかね、はい、じゃあまなちゃん来てくれたから、じゃあはい、ステージお疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はまなちゃん納豆星から来てくれたんだよね。あ、そうですね。納豆星、皆さん分かりますか？茨城です。茨城、もう上京したんだっけ？あ、今日から上京です。今日から上京だって、すごい。おめでとう。ありがとうございます。今までも東京はこう何回も来てると思うんだけど、はい、ここ原宿ストロボカフェは迷わず来れた？あ、彩香ちゃんと一緒に来ました。彩香ちゃんと、あ、おーえ、なにこっち、なんかそうなんだ。あ、そういうことですか。すいません。はい、まなちゃん、なんか最近マイブームとか。マイブーム、私ゲーム大好きなんですよ。ゲーム、ゲーム大好きなんです、なんか しなさそうなのね。本当ですか？あの、つむつむってゲーム知ってますかね？知ってますか？あ、LINE の？あ、LINE の。あ、そうなんです。なんかやってるよね、みんな。そうなんです。つむつむにハマってるんだ。ハマってるんですね。じゃあみんなにこう LINE でなんか送ってんの？なんかあれ申し訳なくてできない。でも送るとなんかもらえるんだよ。もらえる、ハートとかコードとかね、ありますよ。でも LINE トップやってた、ずっと。やってました、ね、そうなんだ。原宿といったらジャニーズ。ジャニーズじゃない？そうなんです。まあ、私はそう思うんだけど、ジャニーズで好きな人いる？ジャニーズ好きな人、私の友達にヤマピー大好きな子がいます。あー、ヤマピー、ヤマピー、ヤマピー大好きです。マナちゃんは？マナちゃん私わかんないんですよね。ヤマピーだけがすごいイメージが強い。あ、ジャニーズといえばヤマピー、ヤマピーってか、らしいです。そうなんだ。マナちゃんはあれだよね、ツイキャスをやってるんだよね。はい、やってます。今も毎日？今も毎日。あ、すごいよね。はい、配信でこうなんか聞いてくれる人を増やすコツとかある？コツ、なんだろう。コツ、でもやっぱ毎日定時にやっていくことですかね。なるほどね。はい、いや、私もちょっと最近頑張らないかんと思って、毎週火曜日の9時からって決めてやってたんですけど、まあ、途中でちょっと心が折れてなかなか増えないなって、ね、難しいですよね。そうそう、なかなかと思ってちょっといつもね挫折しちゃうんですけど、なんかアドバイスください。あ、なんですかね、なんかもうそういう生活習慣を作っちゃうっていうのがいいかもしれない。それにツイキャスメインメインで生活みたいな、ご飯もこの時間って。あ、なるほど。決めてやるといいかもしれない。ためになります。どうも、はい、ありがとうございます。大先輩ですからね、本当に。はい、ということで、でまなちゃんは今日から CD 発売したの？あ、そうね、今日先行発売で、もともとは4月10日に発売なんですけども、今日早めに、早めに。あ、10日になんかこうライブとか決まってる？それも全然決まってなくて、今日が初めて。あ、今日が初めてですって。です。おめでとう。ありがとうございます。なんかその CD の聴きどころとかって、聴きどころ、あの高校の時に作った曲が全部詰まってて、あのコンセプトとしては高校生の思い出がギュッと詰まったアルバムです。青春、青春です、青春ですね。はい、曲
今後の活動予定とか東京で上京して、はい、ライブとか決まってる？あ、今のところまだ学校の状況が分かってなくてあれなんですけど、でもたくさん東京でやりたいなっていうのがあります。それはまたこうツイッターとかで告知しますね、はい、いっぱいしますはい、じゃあ、とっくの昔に彩香さんがごめんね長くなっちゃって、はい、ということで、まなちゃんでした。ありがとうございました。